すごく好きな旅館がありまして、うん、多分長官も行かれたことあると思うんですけど、うん、修善寺に浅場っていう旅館、はいはい、で、あそこで一度、はい、普通日本旅館ってやっぱりデスクがないじゃないですか、うん、で、ああいう踏み机でパソコンとか打つの大変なんで、デスクをお借りすることって難しいですかねって聞いたんですよ。だから、いや、ありますんでって言って、畳の部屋に毛線を敷いてデスクと椅子が置いてあったんですよ。で、そこのデスクにちゃんと、ライト、ペンダントライトが置いてあって、その横に広辞苑が置いてあったんですよ。で、それを見た時に、うわ、すごいなと思って、広辞苑がちゃんと置いてあったんですよ。言われてです、ままない時間、その時間だって食べなくなった、デスクしか頼んでないんですよ。でもライトまではまだ分かりますけど、広辞苑まで置いてあるってことに感動したんですよ。それでうちの社員とかスタッフに、こういうおもんばかり方大切だよって言って、じゃあ、一度、うん、君たちも浅場に連れてってあげるから、浅場で会議をやろうと。で、連絡しまして、みんなで社員合宿行くんで、会議をどっかでさせてくんないかって言ったら、大広間に会議テーブルをしつらえてくれて、それでやったんですよ。で、デスクって言ったら広辞苑があった宿ですよ。会議って言ったら何が出てくるんだろうなと思うじゃないですか。まさか全員の横に広辞苑はないだろうし、ないよね、ないよね、そしたら、まずすっごく綺麗に、研いだ、気持ちよく研いだ鉛筆、消しゴム、メモ帳、付箋、そしてのど飴が置いてあったんですよ。憎いですね。で、うわ、これもすごいなと思いましたね。こういう、なんかこれってもう多分喜びだと思うんですよね。尽くす喜びみたいな、あるいは相手を、うわ、やられたって言わせることに多分主人が喜びを感じてる人しか思えないっていう、そういうのって日本ならではの強さなの、まあ、強さであり、たまにそれがうざいと思う人もいるかもしれないし、頼まれてないことをやることが決して、ね、正解じゃないという人もいるかもしれませんけど、でも僕は素敵だなと思いますけどね。でね、それがうざいと思う人はね、結構ね、実はやりたがり屋なんで。あ、逆にやりたがり屋、ね、で半分腹の中でチキショメって思ってるからうざく思ってるんで、やられたと思う、うん、そうそれか全く気づかない人、あ、大きく分かりますよね。そうか、そうするとですね、この今の話でいくと、これまさしく日本文化の、なんていうか、こう人をもてなすというか、はい、面白さというか、そういうところに、尽きるんですよね。だってこういろんなとこ行っても、結構これこういうふうになってるといいんじゃないのとかってよくおっしゃって、ああ、そうですね、僕は勝手にてこ入れって呼んでるんですけどあ、いい、何勝手にてこ入れ、頼まれてもないのに、手こ入れをする、その、僕こういう勝手に手こ入れした時に、結局、どこに価値が生まれるかっていうと、言われた側の思い一つだと思うんですよね。勝手に手こ入れを、緩やかなクレームと思う人もいるわけですよ、うわ、これこの人クレーム言ってんのかなと、それとも勉強になったなっていうか、あ、それはいいアイデアですっていうふうに、2つの種類がいるじゃないですか、人間に。だから、そのやっぱり何か人から言われた時に、うるさいなのか、うわ、また嫌なこと言われたなのか、うわ、この人クレーム言ってると思うか、なるほど、それは確かに気づかなかったって思うかによって、多分価値が、その後の価値が変わってきますよね。いや、僕もね、実はですね、はい、旅館とかそういうところはあんまり死ぬものを言ったりはしないんだけど、はいはい、今日こう入った時もね、はい、うわーっとこう感動するの同じようにね、はい、展示会場はもう文句だらけなんだよ。あ、そうなんですか。うん、
例えばこの間もね、あるその歴史博物館、はい、メインなんだよ、それが全然置き場所が悪いのよ、これダメだよ、はい、こんなんじゃダメって、似てるねただね、そういう場所は言えるんだけど、我が社自分の我が社のことになるとしょっちゅうそばにいるもんだから、最初の頃はね結構いろいろ言ってたのだけど、言えるなんかね、また結構ねハードル高いんですよ、これは文あの重要文化財だから何だのかんなのって死ぬものこき上がってさ、それで本当こき上がってる、で釘一本打っちゃいけないとかなんとか、そうだと言いながらは少しはやってたんだけど、今ねちょっと3年目に入ったんで、ちょっと今刺激なんだっけ、勝手に手こ入れる、ちょっと文化庁に、文化庁に勝手に手こ入れですか、うん、無料で無料で結局、突き詰めていくとその人だと思うんですよね、その組織であるとか、文化庁というものを分解していくと文化庁の職員一人一人に分解されるわけで、その人たちいくら長官が頑張ってもその人たちが変わらない限りは変わらないじゃないですか、だからやはり文化庁の職員をどう今の時代に合った体質にするかっていうことを最終目標にして、どんなプロジェクトをやるかっていうのが大切な気がするんですよ、でやはり皆さん非常に頭が良くて真面目な方が多いので、僕もいくつかのプロジェクトで何名かの人にお会いさせていただきましたけど、硬い方がやっぱ多いっていうのをここで言った瞬間にすごい敵を作ってる感じも、いい大丈夫ですか、ででまだあのここに来てるスタッフはみんなそう柔らかい方、柔らかくしたエリスグリですね、全然問題ないです、なんかあのみんながワクワクした仕事をしてない感じを受けるんですよね、で僕職員の中で霞が関の職員の中で文化庁が一番いいとこだと思うんですよ、好きなとこ行っていいって言われたら僕文化庁行きたいですもん、やっぱり、他のね、部署行って、財務省とか行ったら大変そうじゃないですか、やりがいはあるかもしれませんけど、まあそれをやりがいって言えるかどうかはまあ別としても、でも文化庁って本当にこう言ったら怒られそうですけど、自分の趣味も入れられるというかそのプライベートも豊かにしながら仕事ができる、そこなんじゃないかなと思うんですよね、でじゃあそういうやっぱり得意なジャンルとかそれぞれの方、ね、人によって違うでしょうから、まず自分の得意なものを活かせるような企画をそれぞれ募集してみるってなると思うんですよね、下から逆にそれをそのまあ、今回のオリンピックでもいろんな企画を世の中から募集をして予算をつけるみたいなことがありましたけれども、あの文化庁内企画っていうのを企画コンペをやってみると、それはその部署だからこそ分かるでもいいですし、その部署にいないからこそ見えてるっていうこともあるかもしれませんし、2つあると思うんですよね、自分が関わってることから広げる、自分は関わってないけどよくあのジャンルは知ってるのにあそこもったいないなと思うことを、提案するっていう、それとでそれをやりつつ一番大切なのは横串だと思うんですよ、文化庁の中でいかに、まあ一つのクラウドのようにこうみんながそこにアクセスしてつながることができる、その仕組みを何によって作るかですよね、この先は有料になりますでも僕はずっと、文化庁は予算はないじゃないですか、それはなんとなく把握したんですよ、お付き合いの中で、
文化庁って一番予算持ってないとこなんだなって、うんうん、でも、うん、文化庁にはものすごく大きなブランドがあると思うんですよ、うん、あの他の省庁が何かを与えてもあんまりそれが権威となりブランドとなり人が集まりにくいものってたくさんあると思うんですけど、でも文化庁がお金はないけれども文化庁オフィシャルで何かをやった時に、まあ、日本遺産もその一つかもしれませんけど、何かをやった時にみんなが集まってくるっていうこの指止まれ力がすごくあると思うんですね。なので僕がやってみたいの勝手に言っていいですか。僕は日本のパラドールを作りたいんですよ。パラドールってスペイン、うん、ポルトガルもそうですけど、うん、文化施設を宿泊施設に変えてるじゃないですか、はいはいはい、いわゆる日本でいうと昔は国民宿舎ってのがありましたけど、うん、あれは国民宿舎はなぜダメだったかっていうと、文化庁的視点がなく、なんかこうただの、国民のための保養所なんですって言って作ってったから、まあその関わってらっしゃる方には申し訳ないんですけど、そんなにみんなが安いかもしれないし便利かもしれないけどみんなが泊まりたいというほどにはいかなかったんじゃないかなと。でここがやはり海外から来た人が日本を旅するとき文化庁が、認定しているホテル旅館、まあ、宿で名前を何というか後で決めるとして、そこを巡っていけばその土地のいいところ間違いないよねっていうような権威づけが、できる、まあ、ブランドができる。これをホテルグループが作ろうとしてもあんまりそうは見えないですし、お金やはり営利目的に走っていくのでいろんな歪みも生まれてくるんじゃないかなと。そこになんかそれを文化庁の視点で、土地によってはその土地の文化の体験ができるってのもあるかもしれませんし、その土地を生きた文化人の財産を集めた、あるいはその土地を生きた文化人、芸術家の、フィルターをかけて見るその土地の魅力がこのホテル宿に詰まっているとか、そういうものを作っていくと47都道府県一つずつもっと100件ぐらい作るとなんかすごく日本をもっと旅したいと思う人が、お遍路88箇所ですけどそれは100箇所でこう全部回っていくと日本が見える。それを文化庁は運営するのではなく認定ブランドを無償で、無償なのか、うん、これをほら文化庁予算がないので、うん、これを、この仕組みを回していくための利益相当で、うん、じゃあ売り上げの 0.3% でもいいので、うんうん、それをいただくことによってその委員会を作っていくとか、それをやるとなんかすごくいいような気がするんですけどね。独入フランスのミシュランみたいな、ああそれに近いかもしれないですね。くまモンなんかどうしてあれ何山ほどあるゆるキャラがいっぱいあるんだけど、くまモンはもう本当にいろんなラッキーが重なったという以外はないんですけど、本当に理由は一つではなくて、しかも全部僕がやってるわけではないですし、もういろんな有機的にいろんなものが結びついたというか、まあ一つは横串になることができたことが大きかったような気がするんですよね。誰のものでもなくしたからみんなが自分のものとしてくまモンを使ってくれて、で本来あれ熊本県庁でやったんですけど、熊本県庁で作った時にまず部署が新幹線元年戦略室ってところで作ったんですよ。でここの予算であれを作って、そういうのを作ると他部署って使わないじゃないですか、
なんかこう、うん、それを他の部署も使ってくれたんですよ、うん、でそれでだんだん盛り上がってきて、で最初は熊本市役所はやっぱり県庁と市役所ってこう微妙な関係がありますんで、熊本市にもキャラクターがいますし、そのなんかあんまり最初は交わってなかったんですけど、熊本市も使い始めてっていう、その皆さんに使っていただいて価値が、うんうん、上がってったっていうのはありますよね。なるほどね。そうか、その横串関係だな。もう一つ、まあ、いっぱい聞きたいことあるんだけど、ほら